うわー、よく取りましたね。あ、ここはラベナが持っていく、2人背負ってというところで任せたネゴロ、うん、300試合出場を決めているネゴロの得点が決まりました。あるいはこういったスリーからリバウンドを拾ってさらにつなげていくか、ラベナ拾った。さあ今度は3円ラベナの突破力、うん、よくつなぎましたね、今のはね。ジャクソンが今立ち上がってくる、4人で守るという中、ジャクソン戻ってきます。逆に3円は決めてくる。得点を量産しているというキングカイです。22得点のキングカイ。そしてこちらはラベナ、2ポイントなら OK ですよ。太田のリバウンド、ラベナが突進突進持っていった。いいプレーだ。ここでラベナが得点をする。今日は好調の細川、コーンのスペースを作って金丸回してラベナコーナースリー。ラベナ選手のスリー来ましたか。キング界のその美しいリズムという感じではなかったかもしれません、先ほど。あー、大きい。インドワン、これが大きい。ラベナが会場を沸かせる。うん、そうなんですけど、おそらくどっちとも気力的にもかなりきつい。